ウィッチャーさん、何か進展は？ベルガード武道園、何が他と違うんだ？ああ、ここの出身ではないのですね。クレスピ伯爵が怪物の餌食となるまでベルガードは彼のものでした。富と影響力を持つ伯爵は珍しい品種のブドウを取り入れ、有能な職員を雇い、ブドウ園を大成功へと導きました。まあそんな細かい説明をしても仕方ありませんね。とにかくベルガードを手に入れることがこの地でワイン醸造家が成功するのに不可欠なのです。ある人物がコロナータとベルメンティーノの問題を引き起こした。証拠がある。全ての死亡者はクレスピ伯爵だ。なんと、ベルガードの元所有者であるクレスピが？そんなバカな。これを見ろ、書面だ。確かに動機はありました。彼はベルメンティーノとコロナータが手を組めば自分のブドウ園が生き残れないと考えていた。だから敵対心を煽ったんだろう。成功まであと一歩だったが、例の怪物の餌食となり計画は頓挫した。そんな、つまりリアムは無実だと？私もマチルダの仕業だと思い込んでいた。新事実を踏まえると、被害を受けた両者がベルガードを共同で管理するというのが最も公平でしょう。ちょっと待て、つまり我々に協力し合えと言いたいのか？それが最善の解決法です。事業の健全性という面でも。自分でこういうのが信じられないけど、その通りだと思う。仲直りするべき時かもね。三つのブドウ園の協力か。確かにその方が得るものが多そうだ。それだけじゃない。二人のブドウ園の問題も全て解決した。これで正常な運営に戻れるぞ。素晴らしい知らせです。専門家を雇ったことが分かって安心しました。その力がまだ必要になるかもしれません。ですがまずはベルガードを見ていただくのが先でしょうな。ウィッチャー、どうか一緒に来て。まだ全てが終わったわけじゃないような気がするの。分かった、行こう。ここを有能な人物に引き渡すというのはただの思いつきではありません。元の所有者が死亡して以来苦境に陥っているのです。使用人が見回り中に命を落としたり、怪物がうろついたりしていると聞いています。ここを自宅と呼ぶにはまずこれらの問題に対応せねばならないでしょう。それが大臣のご要望です。また仕事になりそうだな。その気があるならぜひ助けてもらいたいの。手伝ってもいいが、ただ働きはしない。少し安くしてもらえる？いいでしょ。いいわ、決まりね。まあ乗りかかった船だしな。はあ、そう言ってくれてほっとしたよ。公正な報酬を払う。約束する。取り掛かろう。愛についての本は。おい、なあ、そこの剣を背負っていいんじゃ。怪物がいるんだ。どれがお始末するにはこれを爆破する必要がある。
行くぞ。巨大ムカデの産卵地だ。破壊するべきだな。
あれをやるだの、これをやるだの、こうじゃん。もしあなたがいなければ危なかった。あの盗賊どもは本気だった。お礼に新しい鋼を打たせてほしい。だがまずはベルガードの工房に戻ろう。今すぐ行くとしようか。助けてくれて本当にありがとう。何か見ていくかい？カロベルタの森で何をしていた？どんな成り行きで盗賊どもに捕まった？伯爵が亡くなってからずっと原料を買うための資金がなくて、つまり樽のタガも道具もないってわけだ。だから数人集めて森に物資を漁りに行ってね、あのエルフの遺跡で山ほどガラクタが手に入るはずだった。みんなはあそこが取り憑かれてるというが、エルフの幽霊など別に怖くない。現実主義者だな。信じようと信じまいと、重要なのはそんな幽霊を一度も見なかったことだ。出くわしたのは悪党の一団さ。だが金がなくても運は強いらしい。あなたが来て助けてくれたんだから。またな。何かが起きそう。ベルガードの問題を片付けた。これで武道園は大丈夫なはずだ。素晴らしい。これで私の権限により公式にあなた方に対してベルガード武道園の所有権を授与します。土地と資源を有効にご活用くださると信じています。素晴らしい。ああ、すでに太陽の下で成熟するブドウの香りがする。あなたが手を貸してくれたことを忘れないわ。ほら、報酬よ。だがそれだけじゃない。近いうちにまた会いに来てくれ。見せたいものがあるんだ。そうしよう、さらばだ。あ、ようこそ。よく来てくれた。君をびっくりさせるようなものを用意してあるんだ。うん、仲良くやっているみたいだな。ある時これ以上喧嘩しても仕方ないって気づいてね。今はあらゆることが快感なの。刺激的でもある。おまけにロマンチック。なるほど、それ以上言わなくていい。順調で何よりだ。びっくりさせる？また怪物でも出たのか？いいえ、はるかに喜ばしいことよ。
ワインを作ったんだ。最高のソムリエたちによればエストエストの上を行く出来かも。全部あなたのおかげよ。だからもしよかったら、君にちなんだ名をつけたい。どんな名前がいい？リビアのゲラルトにしてくれ。ゲラルトとリビア、完璧だ。差し支えなければご自宅に時々ボトルを数本送りたいの。光栄だ、ありがとう。こちらこそ。元気でね、ウィッチャー。お前に任せるから、女は俺のもんだ。